東京オリンピックのマラソンコースが正式に決まりました。これからそこを走ってみたいと思います。現在札幌の気温はマイナス3度。頑張ります。8キロ付近に上り坂がありますが、トップランナーに勾配を意識させるほどの坂ではありません。坂を上り切って左に曲がると緩やかな下り坂が2キロほど続きます。意識しないでもどんどんスピードが乗っていくような感じがします。豊平川に架かる橋の上は真夏でも風が吹いていることが多いです。創成川通りに入るとコースはとてもフラットです。テレビ塔の下まで来ればあと30キロ。ここからは同じルートのおよそ10キロを3周することになります。北海道大学の構内に入ると急にコース幅が狭くなり、景色の流れを感じやすくなります。直角のカーブが複数あり、選手同士が一瞬見えなくなる、これらのカーブを使って勝負を仕掛けてくる選手がいるかもしれません。1周目が終わったところです。とてもフラットで走りやすいコースだと思います。あ、はいはい、わかりました。なんかしゃべったですね。全体的に走ってみて、超スピードコースだと思います。前半のその8キロ付近まで若干上りありますけど、あとはもうずっとゆっくり下っていって、10キロの周回に入っていくので、10キロの周回するところはもうほとんどぺったんこのフラット。気温さえ低ければ世界記録出るかもしれない。本当、すごいコースだと思いますね。